Are you ready? One, two, three, four. 暴風が吹いています。台風5号はこれからさらに勢力を強めながら北西へ進む見込みで、明日夜の初め頃には奄美地方が暴風域に入る恐れがあります。気象庁の発表によりますと、台風5号は午後3時半ごろ和歌山県北部に上陸した後、午後5時には和歌山県紀の川市の東北東30キロにあって北東へ進んでいるとみられます。この時間、大阪府と奈良県、和歌山県、兵庫県、京都府、それに三重県が暴風域に入っています。台風の予想進路にあたる地域や大雨が予想される地域では、自治体が出す情報などをもとに香港的夏日味道哦！香港电竞音乐节首度登场，结合美食、电子竞赛、韩国人气歌手，怎么可以错过呢？